今日着てる服のポイントはですね、まあ、10月今月がハロウィンなのでちょっとハロウィンのイメージカラーであるオレンジを取り入れて、シルエットは A ラインで結構ゆるい服が好きなのでゆるめってところがポイントですね。上は古着で下に着てるのが今度多分2年生がやるオペウで他のチームが出していた服を購入して、このパンツは深夜小塚さんのパンツです。今日の服のポイントは高円寺駅にある新しい人という店で買ったこのバンビのネックレスがポイントです。このワンピースはロンハーマンで、この靴はコムディギャルソンです。ジャージが好きなのでお気に入りのジャージを着たのと、ちょっと寒かったんで上にスウェットを着ました。いつもは古着屋が多くて、まあ、高円寺とか原宿とかによく行ってます。私の着こなしポイントはこのメッシュジャケット。私は自分のブランドのためにこれをデザインし他の服と合わせたいと思っていました。ファッションポイントはこの好きな色グリーンとブルーで合わせて、ここにプレイの目がチラって見えてて可愛いです。全身ギャルソンです。服はコムディギャルソンでしか買いません。今日はこれ以外全部古着なんですけど、このジャケットはジャケットの中で一番お気に入りで、着た時は必ず誰かから褒められるジャケットなのでとても気に入ってて、このシャツは私が福岡でアルバイトでしてた古着屋さんで買ったものなんですけど、たくさん色が入ってて自分っぽいなと思ったのでとても気に入ってます。今日の服のポイントはこれ、上のジャケットは最近祖母からいただいたもので、上はきっちりとしてて下は緩めな感じにしたのがポイントです。今日の服のポイントはこの上のジャケットで、昔のアメリカの学生みたいな感じの雰囲気にしてみました。あと靴は思い入れがあって、アメリカで友達の建築を一緒にした時に染料の汚れがついて懐かしさというかノスタルジーが感じられるんでめちゃくちゃ好きです。ジャケットはヴィンテージで、ブラウスはノードレスっていう中国のブランドです。好きなブランドはリック・オーエンスとワイプロジェクトが好きです。小学生の時から図工が特別に好きで、将来も物を作る方向性での夢だったんですけど、お仕事にするってなった時に手に職をつけた方がいいんじゃないかなと思って、美大も考えたことあったんですけど、ファッションの道を選びました。昔から服が好きだったし、仕事にするなら服がいいって思ってたからかな。小学校3年生の時にニコプチという雑誌を買って、そこから洋服に興味を持って好きになって、で最初は着ることの方が好きだったんですけど、だんだん作ることも好きになってファッションを学んでいこうって思いました。もっともっとファッションに興味があったんですけど、最初建築をやりたかったのでこうアメリカに戻って、でまあコロナでこう保険とか効かないから一回日本に帰ってくるうちにインスタグラムで S モード体験みたいなオープンキャンパスがあったので行ってみようかなと思って行ったら結構ハマったので、あ、これでやってみようかなっていう感じです。物心ついた時からずっと好きなものしか着てこなかったんですけど、絵を描くのも好きだしアートも好きだし、自分を表現する仕事をしたいなっていうふうに思ったので、ファッションしかないなと思いました。もともとめっちゃ目立ちたがり屋な子だったんですよ、小学生の時から。で、可愛い服とか着てると周りに褒めてもらえたりとかして、自分でも好きな服作れたらいいなって思ったのがきっかけです。通ってた大学の帰り道にセレクトショップがあったんですけど、そこに服を出されていた方が今 S モードに勤めてる学校の先生で、その方に紹介してもらって S モードに入るっていうきっかけにはなりました。So before I went to S Mode, I went to university in the Philippines, and then I started my freelance modeling career and online content creator.
学校の授業でS モードの先生がこう来てうちで授業してくれたんですけど、その時に S モード知って、でなんか少人数制だったり、まあ、外国の学校ってこともあって、ちょっとグローバルな環境で学びたいなと思って S モードに決めました。生まれがアメリカで、そこからアメリカ3年、カナダ5年で、また大学で2年アメリカにいました。福岡で3年間短大の服飾の学校に行って、結構専門的に学んできたんですけど、就職先がギャルソン志望で、福岡でやってる内容だとまだ勉強が足りないなと思ったので、もうちょっと鍛錬積んでから就職したいなと思ったんでこっちに来ました。小規模な学校だったので先生との距離が近いということと、あと作る方とデザインする方のカリキュラムが同じぐらいの要領であったので、私は両方ともやりたかったのでぴったりだなと思ってこの学校を選びました。もともと衣装デザイナーになりたくて学校を探してて、で、まあ、デザインもパターンも縫製もできる学校が、まあ、ここだったのと、高い技術が学べそうだなと思って入りました。ブラウスの立体裁断みたいなの体験授業を受けて、あ、服ってこういう風に出来上がってくんだみたいな、自分で何かものをゼロから生み出すってすごい楽しいんだ、小学校の図工の時間みたいなのを思い出して、その日のうちに母親に電話して、ちょっと大学辞めて専門学校入りたいですって言っちゃいましたね。こう説明会にこう家族で行った時に、この事務の方がこう案内してくれたんですけど、その時にその生徒さんとジムの方の距離感だったりとか、あとオープンキャンパスのセミナーを受けた時にこう教えてくれてたスティルの先生と、あとはボランティアの生徒さんたちのこう距離感というか、その話という感じを見て、先生と生徒の距離感というよりもすごい家族な感じがして、そこら辺すごいいいなと思ってアットホームを感じました。まずその先生とか生徒とかすごいインターナショナルで、それがすごい楽しいし、先生との距離も近いのでいろんな話が聞けるところと、あと大変な作業なんですけど乗り越えて作った作品を見た時の達成感がやっぱ楽しいなって思います。とにかく忙しいことですかね。朝から晩までずっと学校にいて、自分は上京組なのでバイトしたりとか家のことやったりとか、とにかく休みがない。結構楽しくて、先生たちもフレンドリーに接してくれて、まあ少人数ってこともあって結構質問とかもたくさんできるんで、あ、いい学校だなと思います。辛いことはとりあえずスピード感がすごくて、3年間一応やってきたけど、それでも追いつくので最初は精一杯だったりして、まあ、今も毎日何かに追われている感覚があって、ちょっとそこは切羽詰まっちゃったりすることもあるけど、まあ、作品ができた時とか、 S モードは結構メリハリがしっかりしているので、遊ぶ時はちゃんと遊んで、勉強する時はちゃんと勉強するっていう感じなので、学校生活は楽しいです。レディースとメンズ両方作っていて、2年生からメンズ専攻を選んでいるんですけど、それもあって半々ぐらいでメンズとレディース両方作っています。今はミニパッサージュがあって、でそのまあスウェットを作るんですけど、そのスウェットをまあ今作り終えて、ショーがあるのでもうちょっと丁寧に直したりとかしてます。今は卒業コレクションをしている3年目です。コレクション名は初恋で、可愛いだけでなくエイジの着た服を作っています。今、授業では3月に卒業コレクションがあるので、その卒業コレクションに向けて自分の個人での制作をしています。1人4体以上作らなきゃいけないので、それに向けて制作をしています。今は卒業コレクションの縫製に入ってて、自分のテーマはアフリカなんですけど、生地をプリントするってことに力入れて、自分のデザインした生地でアフリカンテイストな感じで服を縫ってます。一応来年からパリ留学を控えてるので、まずはパリに行っていろんな経験をして、人として成長して、大きいチャンスをつかむきっかけがあればいいなと思ってます。最終的には自分のブランドを持ちたいです。
入った時は衣装デザイナーって言ってたんですけど、学校生活していく中で友達にあなたはデザイナーのじゃなくてスタイリストのだねって言われたことがあって、でもなんかよくよく考えてみたら服1個のデザインをこう重視するよりもなんか着てる人と か, なんか誰に着せるとか、なんかスタイリングとかシューティングのことを考えて服を作っていることに気づいて、あ、じゃあこれ衣装デザイナーじゃなくてスタイリストの道もありなのかなと思って、まあ、考え始めたのがきっかけ で今は完全にスタイリストを目指してます。 So in the future I want to keep growing and expanding my brand called Omi Omi, and I'm hoping after I graduate that I can connect itNot only in my country, the Philippines, but in Japan, but also internationally as well. 今はデザイナーになって自分のブランドを立ち上げて、最終的にはパリコレに行きたいなって思って。